いる、みんないる、いるかい、はい、いますちゃんはいると思います。トークというか誰いない人がいる、誰足をつった、うん、トークをしたいと思います。人数が多いんで、それでだいぶみんな疲れているだろうから、ちょっと段取り臭くなっちゃうかもしれないけど、あれの黒板に書いてある順番で、まずは質問を、3つします。全員同じ質問。1つは、まず何をしようとしたかで、2つ目は、何ができたかと思った、思っているか、それと、まあ、人によっては他の人の作品を、見れてない人もいると思うんですが、その見ることができた範囲で構わないので、まあ全員の感想を言ってると大変なんで、印象に残った一つだけ、まあ、感想みたいなことを、意見だったり感想だったり、まあ、質問でもいいです。一つだけ選んでもらって、言ってみてください。いいでしょうか。じゃあ、柴田さんからどうか。はい、まず一つ目、何をしようとしたか話すと、普段は用意された土を燃料を使っては作らないんですけど、今回は作っている私の視点を他の人と共有するっていうことを目的にして、中に入るようなイメージでいつもそこを作っているので、中に入っている状態の私を見てもらったりとか、入っていく状態を見てもらうっていうのをやろうとしました。まあ、ちょっと実際にできたと思うことがちょっと別に他の人と話していて、内側がこう空間になっていくっていうことを感じたっていう感想を言ってもらってたので、すごくそれが自分がいつも見ている光景をこう感じてもらえたところがあったみたいで、ちょっと伝えられたんじゃないかっていうのを目的としていた。それでいつも何かを作っているときに感じていることをより共有する仕掛けとして考えた。はい、それができたんじゃないかなと、少しできたのかなというのを感じました。他の人はちょっと今日すごく時間をかけてしまったので、時間は想定外ですよね。そうですね。もっと荒く早く作る予定なんですけど、まあ自重がどうしてもね。はい、なんか、あと質問がある人は各人こう自分が喋ってる時に何か聞いてもいいですか。何かあるなんか私、ツイキャスライブ配信でやる作品を今日やったんですけど、それでその映像が定点で置いてある映像と、柴田さんが目に付けてる映像と、でその全てをリアルタイムで見れる状況という3つの層が、なんかその状況、まあちょっとなんか分からないんですけど、自分だったらっていうふうに考えてしまって、感想みたいになっちゃうんですけど、なんかその層を利用っていうか、なんか敏感に捉えてみても、まあ今の話聞くとちょっと全然ずれてしまうので関係ないかもしれないですけど、関係ないんですけど思いました。なんかそのタイムラグが確実にあるので、でもそのタイムラグは部屋が完全に下と上で完全にどこにタイムラグがあるのかっていうのは確認できない状況ではあったけれども、確実に起きてることだから、なんかそういうのを考えながら見てました。
のです。ごめんなさい。なんか、実際のさ、やってるところを見ると、見たときに感じたのは、あの有機的な状態、その生まれてきたみたいになっちゃったって最後に美味しいも言ったけど、なんか、もうちょっとこう性的な感じまでするような印象が僕はありました。うん、そのいろんな表情をいろんな人が読み取ったのかなって。メディアの部分はもしかするとちょっとずれるのかね。そう、対応しすぎたので、うん、なんか印象が全然違います。そうですね、実際に見るものとここで見てる状況がかなりのギャップがあって、うん、私別物として結構捉えてみてました。もしかしたら映像とかの方がちょっとニュートラルに見れたかもしれない。でも多分飽きちゃうと思います、映像が。やってる方が絶対なんか飽きずに見れる。なんか、私あのワイファイをこう選ぶやつをやってたんですけど、ずっと見てて、だからほとんどこっちの人になって、それだけ見てたんですけど、こう、ここにつけてるじゃないですか。だから、顔とかが、唇とかが映ってて、ただその、不思議な感じ。その柴田さんの体内から見てるみたいな感じがあって、うん、変な、面白いな。まあ、なんか許されるならば、あれだけを見る、ね、1日かけて 見るような状況があってもいいのかも、うん、必ずしもあれが長かった、まあ、この状況だから長いって感じるけど、長くないかもしれない。うん、次行きましょうか。西尾さんか。みたいなところはできなかったけれども、その
しようと思った時に何かこう示されたね概念から始めちゃうみたいなことはまあありがちみたいな、もうちょっと素朴な経験にこう直接アプローチしようとするとしたら、もし何か仕掛けが必要なのかもしれない。まあでも何かそういうスタートみたいな感じにはなれたかもしれないね。この人のは見た？見てない。ちょっとだけ柴田さんのとか本当一部始終で、なんかそのこれ間違ってるかもしれないですけど、柴田さんが下で行ってる行為と映画になってることがすごいなんか全然違うように私も見えて、普通にこうこっちめっちゃ作品だなって思って、映像の方が、うん、なんか単純に綺麗に見えた、なんか、うん、綺麗に見えたし、なんか行為みたいのがすごいすっきりしてる感じがしたけど、下に行くとめっちゃ土臭いし、なんか寒い中やってるし、なんかでも手の筆圧みたいなとかもすっごいちょっと力つけて加えてやってんだろうなみたいなのが映像の中だとあんまり見えなくて、なんか全然違うものに今感じます。いわゆる作品化っていうね、うん、時に抜け落ちていくものが目の前ではあるけどね、うん、それはだから記録されたりするとほとんど抜け落ちる。なんか西尾さんに物申したいというちょっと野暮な質問かもしれないけど、西尾さん自身は道具っていうものをどういう方向に解釈していきたいっていう思って、もしかそういうモチベーションがあるんですか？解釈していきたい、なんか解釈の仕方がだんだん分かんない、なんか変わっていくもので、なんか価値とか自分が成長していく上でどんどん使用していく、それに見合ったものとかも変わっていくなって思ってて、でももっとなんか道具って違うものなんじゃないかっていうか、もっと根源的に何かあるんじゃないかって思って、だから解釈持っていきたいっていうのはあんまりなくて、なんかそれを他人のものを共有したり話し合うことで見つけていけないかって今日は思ってたので、結構そこが曖昧だったのかも。決めて本当はどうな変化して使われ方がどんどん変わって、時代とか人によって変わっていくってことがまずは興味。そう、あのアトリエワンってさ建築、ユニットがあるんですけど、まあ、建築を道具として捉えていろんな、まあ、発言をしてたんだけど、ある時ジグっていう、ジグって英語なんですけど、J-I-G、日本語もジグなんですよ、うん、収めるって三髄に縫うに口に縫うなんですけど、で道具を細くして、道具を固定させる、一種ガイドみたいなもの、ね、固定させるものとかをジグしてるんですけど、でその研究に一時ハマってて、でその自分のあり方がもしかすると建築の本来の目的なんじゃないかって言い出して、そのだから道具をもうちょっとこう遠目から見るとか、なんかそういうし、観察する仕掛けを持つと、もしかしたら道具のそうあり方がまたちょっと違う視点で見えてくるかもしれない。なんかちょっと第三者になりたいなって思って、その経験とかを共有した。はい、ありがとうございます。西本さん、やろうとしたこと、扱ったのは、シェイクスピアの戯曲からの抜粋のテクスト、使った曲がデビッド・ボーイのレッツ・ダンスで、お配りした資料にあるように、いくつかのルールを役者に貸して、でその流れてる間そこにあるルールを自由に使っていい、で7分間っていう曲の1曲の中で自由に動いてもらうという作品を
まずやったことですね、は作りました。で、やりたかったことが、まずシェイクスピアの曲って結構その運命に縛られた主人公が、それに対してやっぱり自分はそれに抗うような自由な意志を持っているはずで、それを乗り越えることができるんだっていう運命と自分の意志の葛藤っていう話が多い、特に悲劇は多いんです。ただそれってシェイクスピアってすごい昔の人だけど、ある意味では今の私たちに共通する感覚、つまり自分が今与えられている役割とか、例えば男であること、学生であること、あるいは職業でも、本当は僕はそういうんじゃなくて本当に自分があるはずで、それを知ってほしいって感覚はあると思うんです。ただ本当の自分っていう問題設定自体が僕はちょっとおかしいんじゃないかと思っていて、本当の自分ってあるかないかって議論は多分あんまりリアリティを感じていないですね。ただ今自分が置かれている状況がなんかやっぱ違うと思う感覚があるっていう時に、何かを与えられたルールを与えられていることと、それに対して自由であることの間で何か役者が揺らぐ、つまり俳優っていうのは舞台の上に立たなければならない存在、立たさせられている、僕演出をやってるんですけど、僕によって立たさせられているけれど、それに対して完全に自由になることはできないけど、ある程度の自由が保障されている間で役者がどういう動きを見せるのかっていうものが見たかったっていうのが一つです。で、そういったものをきちんとこう衣装とかを整えて、観客に対して、観客と一体の空間を作るっていうのも、それに対してガッと対峙させること、相対させることで、観客がどういうふうにそれを見て感じるのかっていうのが見たかったというのがあります。で、デビッドボーイの曲を使った理由なんですが、ちょっと長くなってますね。デビッドボーイの曲を使った理由なんですが、デビッドボーイってその、まあ、ある種のカルトヒーロー、すごい熱狂的なファンがいて、それを音楽で盛り上げてものすごい強い共同体を作っていくんですけど、ボーイ自身は自分はロックンロールスターじゃない、本質はやっぱりロックンロールスターじゃないんだっていう葛藤を抱いていたそうです。で、そこからある意味でその共同体が力を増していった時に、ボーイが一時期だけ一瞬のある種の極的な振る舞い、あるいはそのディストピアみたいなものへの傾倒っていう動きを見せる、だからその共同体をリアルな共同体に作り変えようとしてしまうような動きを見せるんですけど、でもやっぱそれに対してもおかしいって感じる自分がいて、あの表舞台から一瞬去るんですね。で、その後にどういう曲を発表したかっていうと、ある種レッツダンス的な結構明るい曲をポンって出してきて、それが僕にはよく分からなくて、なんでそういう葛藤の経験の後にレッツダンスなん踊ろうぜなんだろうっていうのが分からなくて、レッツダンスを重ねてみたかった、つまり与えられた役割をするとそれを求める人の間に強い力が働いて、そこから逃れたいっていう経験をした後に、なんでレッツダンスなんだ、なんで踊ろうぜっていう、みんなで一緒になろうぜ、だけどなんだかあの曲はこう軽い、あんまりそのシリアスじゃないっていうのが、どういうものなのかなっていうのを見たくて重ねたっていうのがあります。で、それに乗るのでもなく全く動かないでもないっていうような動きを見せることで、まあどういうものが見えてくるのかっていうのが見たかったっていうのが、作品の意図です。で、できたことはここに来るまで何回か試したんですけど、その時は結構役者は自由だったり、その僕のルールに縛られて動きづらかったりとか見やすかったんですけど、お客さんに見せた瞬間になんだかその揺れが見えづらくなる、やっぱり演じるっていう側の要素が非常に強くなったのが、個人的にはやっぱ難しい、見ている人の目っていうのはやっぱすごく強いんだなっていうのを感じたのが一つと、もう一つは皆さんが見てどう感じたのかを聞きたい、そこで自分がどういう作品ができたのかっていうことを測りたいと思っているので、もしよかったら後で感想などいただけたら嬉しいなと思っています。で、3つ目は先に言っちゃった方がいいんですか、まあすごい選ぶのが難しくて、どれも結構すごい面白いなと思ったらいくつもあって、1個だけ選ぶとしたら、これだけさっき話した影響が強すぎたな、花咲さんの最初に紙を解いてる無音の時間から朗読に入った瞬間がすごいグッときたのと、選択されてる翻訳の狐のセリフの僕を飼いならすっていう訳語の本を選択した点、飼いならすってすごくネガティブな言葉、飼いならされるってある意味ですごくネガティブな言葉なのに、それを絆の意味で置き換えてる訳語っていうのに、なんだかすごくゾッとして、それを読む前の多年も相まって結構すごい経験だったなと思いました。以上3つです。自由っていうのを
捉えるかなかっていう感じかな。演劇みたいな形式のもので、あの感じた通りお客さんとの関係性っていうのがやっぱり政治的なんですよね、一番ね。それでお客さんが入った途端に、急に変わるのは多分、どういったその演劇でも同じことが起きるんだと思うんですね。だからいくら練習しても、本番がいっぱいやって本番がやっと練習みたいなところがあって、そこでどういうことができるのかっていうことなんだと思うんですよ。だからそこが意外にタイトルにやっぱり設定されているから、そこをどう考えるかっていうのが大きいかもしれません。その、まあ、ボタンが掛け違っていくみたいなことがその関係性の中で作れるかっていうと、やっぱ結構難しいんだと思う。それは美術でも同じで、お客さんと作品の関係性っていうのを壊そうと思うと、なかなかのお仕事になっているんじゃないかと思います。それはデイビッド・ボウイのアンビバレンスだって、結局そこに終始するんじゃないかな、はい、その産業としての構造みたいな。だから作品だけで完結してなくて、社会に開いてその構造が共有されちゃってるから、まあ、アンビバレンスが起こるんですよ。誰かなんか喋っちゃった。ご意見、感想などあれば。私、演劇を何回かやってるんですけど、なんか、その今話したのを聞いて、あ、そういう意図だったんだって、まずすごい思って。私は、そのルールの紙を渡されて、それを読んで見てはいたけど、予定調和にしか見えなかった。その決められたタイミング、決められたこの人がこれをやったら私もこれをやろうっていう、なんか多分、まあ演者の人と話してないのでわからないですけど、今まで練習してきた中で自分が自然にできてきたっていうものを意識的もしくは無意識的に選択して、こうお客の目から、それが本人にとっていいことか悪いことかっていうよりは、まあいい意味でも悪い意味でもなんか逃れるというか、なんか自分たちの今やっているものに集中するために無意識的にそれを行ってしまったみたいな風にしか見えなかったというのはあって、その私はデビッド・ボウイもレッツ・ダンスの流れも知らないしかったし、シェイクスピアの話も分からなかったから、やろうとしてることは今聞いてなんかやっと理解できて、あ、そうだったんだと思ったんですけど、なんかそうです、もうちょっと説明的な部分が、あ、なんか説明が最初にもっと具体的にあって、あった上でなんか実験演劇的なことをやろうとしてるじゃないですか。実験だから、今日はこういう実験をします。これはこういうプロセスで、こういうことを望むためにやってるんですっていうのを最初に説明した上で、あれが行われてても良かったのではないかなっていうふうに思いました。いや、お客さんにも、ね、ルールを上げるべきなんだよね、多分。見る際の見るで、そうそう。なんか、贅沢貧乏っていう演劇の人たちがいて、あの人たちはお客さんに、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、自分の家の中で演劇をやるんですけど、その家の最寄り駅のとこ、私それ見たことないんですけど、最寄り駅でそのやる演劇の台本を渡すんですね。でその台本を渡して読みながらその演劇をやる、まあ、要はステージというか場所に行く、なんかそういう要素、最初の段階のところに返すと、やっぱここ面白かったねって試すときに言っちゃうんですよね、みんなで。試したときに今の動き面白かったよねっていうのを結構積極的に共有していたことは、さっきのその予定調和にもしかしたら繋がってしまったのかなっていうのが一つで、でちょっと先に質問ない、先ほどそのお客さんルールをかけるっていうのは、まさに見るときの制限を
けるってことですか。ザルは自由に振る舞えるようにする、うん、すれば、もしかしたら期待しているような状況が増えたかもしれない。やっぱり壁ができちゃうっていうところを今回はそうしたっていうけど、そこに手入れないと同じようなことが起こるんじゃないかな。演じる人と見る人っていう気がします。ありがとうございます。さあ一個だけ、あとさあやろうとしてることはそうかもしれないんですけど、単純に身体表現として見たときにルールが与えられてる演者たちで、それがいつ起こるかわからない、まあ今まで予定調和かもしれないけどっていうのを何回もお客の前で繰り返すっていうことをしたら、単純な身体表現として結構面白いなとは思いました。何回も繰り返す、何度も繰り返す、何週もやるってことだから、例えば展覧会を開いてその日一日中もうずっとその曲のルーティンでもう何十回もやるっていうのがある中で、なんかその違う演者の内面にも違うことが起きるじゃないですか。空間もおかしくなります。うん、その展示っていうのはある意味でお客さんの自由度も担保される話が、うんうん、そう、それは面白いなと思います。次行きましょうか。本体の人たち。やろうとしたことは、その天気がぼんやりしたものに対して、その新しい自分の解釈を加えて、で物語を。質疑応答もしたんだもんね。あ、はい、まあ、質疑応答も含めてなんですよ。そのいかに解釈したのかっていうのをやっぱり知りたかったんで、ただまあ眼形ちょっと暗くしたりっていうとかもあったから、こうテキストを読みづらかったかなとか、 あとまあなんかこう配布するつもり、もうあげるつもりで配布はしていたので、手に取った人に対してはけど、割と帰ってきたから、うん、なかなかその考える時間みたいなものとかっていうのが、まあ足りない面、なんか連絡させてしまったみたいな
あの不思議な渡し方をしたんでしょ、まあ、なんかザバーってすごいなんかあれがだからパフォーマンスの内側のものに多分見えた小道具みたいに見えちゃったのかな。ちょっとなんかどうでもいい感じ、やっぱその衣装に関してもそうですけど、そういうところもあったんで、うん、かなりその安っぽい感じで、安っぽさとか雑さが欲しかったんだよね。ただなんかそこが少しなんか裏目に出たところもあるかなみたいな感じだったの、うん、他の人の方がどうですか。次で話そうと思ってたんですけど、あ、じゃあ次でも大丈夫、どっちでもじゃあ次で大丈夫なんですかいや、あのだから構造とか仕掛けもあからさまにしたかったってことですよね。この仕掛けみたいなやってた、うん、なんか割とその解釈続きになっちゃうから、あまりにもこう構造自体も複雑だとなんか もっと分かんなくなっちゃうかなとは思ってて、まあでもちょっとこうそれが逆に複雑になってか分かりづらくなってしまったかな。あの多分解釈ってあの普段からずっとこう止まらない形でみんながしてるんだよね、いろんなものに対して。だからメタな視点をどうやって作るかだと思うんですよね。何かを見せられれば即座に解釈してしまう。それは表現されたものじゃないものまでやったり勝手なイメージを作ってしまったりで、それそういうことに対してある批判的なちょっと高次な目で見てるんだと思うのね。でそれをその作品化したときにでも同じようにやってしまうでしょ、通常通り。だからその仕掛け作りが多分難しいのかなって思いましたね。なんかプロセスを順番通り見たい、その見て話して思ったんですけど、やっぱそのステートメントを渡されたときにもちろんステートメント読んだんですけど、で LINE の翻訳も面白いなと思って、だけどこう元々の旧約聖書があって、でその解釈された LINE の翻訳機で解釈されたものがあって、で映像になってで演劇になってるじゃないですか。それがタイムラインがちょっと分かりにくいかなって思って、でやっぱり、まあ、他の人も言ってたんですけど、もっと長く見たいっていう気持ちがあって、かなって。でもこのすごい翻訳は面白いなって思います。なんか長く見たいっていう点が私の中では割と意外で、なんかあんなに意味わかんないものをなんか長々と見せられたら超迷惑かなとか。それ多分その好奇心をくすぐると思うんですよ。その長く見たいっていうのはわからないから知りたくなるっていう気持ちにはすごいなる作品だったと思います。あの見てると思う、うん、あの基本的な構造としては映画とか演劇とかと変わらないんで、つまり解釈できるんですよ。つなげられるんですよ、見るってことだから。楽しみさえ見つけてしまえば、だからちょっと楽しみを見つけるのにあれでは短いんだよね。あ、なるほど、うん、だから最初は確かに苦痛を感じる人いるかもしれないけど、ある程度もしかしてっていう風なとか分かってくるとこちらで勝手に楽しめるんで、見るってことは。だからその連動の中に言ってる解釈ズレが起こるんでしょう。そういう感じじゃないかなと思います。次いきますか。ありがとうございます。
その土屋さん。やろうとしたところが結構直前まで悩んでいて、まだ明確に言語ができてない部分がたくさんあるので、今言ってることが3日後変わってる可能性がすごいあるんですけど、そのもともとそのコミュニケーション、心理学でコミュニケーションが10割あるし、言語っていうのは1割2割しか機能してないっていう、まあメラビアンの法則っていうのがあるんですけど、それがまあ割といつも作品作るときに大事にしてることで、なんかパフォーマンスをやったりしてるときで、まあ人と話してるときに、なんか自分の言葉を、なんか言葉通りに伝えることができてないなって思うことが多くて、で別に言葉通り伝えたいのかなって自分に聞いてみても、そういうわけではないなみたいなこともすごくあって、でなんか今話してることはこういうことなんだけど、自分の認識の中ではこういうことを言いたいわけじゃないんだけど、今うまく言えないけど、こういった方が伝わる気がするからっていうので、ちょっとこう動きを加えてみたりとかする、これ映像を投影するとか、なんか感覚がそのコミュニケーションの2割のうち、感覚、その聴覚と視覚っていうのがおよそ8割9割を占めているのならば、そこに訴えかけるような行為を加え、そこに付加させたような行為を付け加えていくことで、なんか自分が認識してないし、相手も認識してないけど、なんかこうふわっとした共有みたいなのができるんじゃないかなっていうのは、まあ、いつもやる、いつもっていうか、まあここ最近考えてやろうとしてることです。で、何でしたっけ、ごめん、できたこと、あ、できたことは、できたこと、できたことは、なんか結構やってて、自分の認識ですけど、ドラマチックになったんじゃないかなと思っていて、その映像が途中でついたり、あとハウリン、音が途中でブチって切れたり、でまた映像が消えたりっていう状況を作ったことで、まあ、結構ドラマチックになりすぎちゃう、まあ、だからできたというか起こったことって感じですけど、ああなりすぎちゃったなっていうのはちょっとあって、あ、なりすぎちゃったって、でもそれがこうと転じたかはどうかはちょっと後から映像を見ないとちょっとわからない部分はあります。あとはちょっとその話すエピソードをいくつか用意してる中で、ギリギリでやっぱこれにしようって言って決めた話だったのもあって、もうちょっと長く話す予定だったんですよ、うん、かなりもうちょっと長く話す予定だったんですけど、すごい短く終わっちゃって、それは失敗しました。はい、あ、で他の人の作品で気になったのは、山本さんのやつで、あの最初はなんかそのちょっとその始まる前に一緒にコンビニに行って何やるのかちょっと聞いてたのもあったんですけど、なんか楽しい顔って、あの木のやつ、あ、分かってる、そうそう、なんか楽しいなって思ったんですけど、なんかどんどんすっごいムカついてきて、あ、自分で決めろよって思っちゃって、でもなんか多分そう思われてるんだろうなっていうことも彼女の中で多分認識してて、優柔不断でごめんなさいって言って謝るんじゃねえよとか思って、でもそのブレずにパフォーマティブに、その優柔不断である自分と目の前にある問題っていうことが一貫して全然ブレてなかったのが、パフォーマーとしてすごい、なんかちょっと私結構周りの目を伺って、そうですよね、やっぱノコギリ変えてもいいですかって多分なっちゃうので、ああ、まあそれを決めてたとしても、それをなんかその動揺みたいなのが、まあ、あったかないかどうかは知らないですけど見えなかったので、私は動揺が、それがパフォーマーとしてすごいなと思いました、単純に。
土屋あんで。え？土屋あんで。え、なんかどんどん出てきちゃって。それはあの最終的なやつだね。おるってやつ、ね。そう。なんかありますか？聞いておきたいみたいな。あ、映像のことを説明してくれる、ね。ああ、そうだ。映像は、うん、そのパフォーマンスでやりたかったのは、そのやりたかったというか、なんかその話の内容っていうのは、まあ、その5個用意してるっていうことで、まあ、ぶっちゃけ本当はどれでもよかったんですよ。ただなんかその思考のプロセスみたいなものを全体の流れの中で見せたくて、そうだからブチって切ったり音を消したりとかっていうのも私のこのでその音がハウリングしてるっていう状況もで、私の声がまた後ろから聞こえてくるっていう状況も自分の頭の中で考えてる状況みたいなのに重ねてる部分があって、まあ、言われて気づいたのもあるし、あ、そうだなと前に考えたことがあったのもあって、で、映像はなんかその自分が物事について考えてるときにこう視線が移動するみたいな、実際に見てる視線ってことじゃなくて頭の中で映してる考えとか頭の中で投影してる映像とか匂いとかそういうものがなんか移り変わってくる様子っていうのを映像で使ったって感じです。他のことは結構そうです、自分にそうですね、映したかった。なんかこう言葉、コミュニケーションの言語というよりも言葉が、まあ、本人も気にして さっき言ってたことに近いかもしれないけど、素材化していくっていうかさ、そうですね、そういう感じはしたかな。でもしだからその 80% ぐらいのさ言葉以外のものをうまくコントロールできるようになったら誰のこともマインドコントロールできるみたいな、うん、怖いなと思って今聞いたんだけど、うん、まあ、古くから一緒に宗教なんかが使っている音とかさ光とかさああいうものっていうのはつまりそういうことなんですよ、うん、言語化できないものを使って人をコントロールしちゃうっていう、でなんかいかんせんそれ8割9割がそれを占めてるのに言語で理解できる部分ってめっちゃあるじゃないですか、実感として。あ、それ錯覚かもしれない。いや、錯覚だと思ってるんですよ、私も。だから、まあまあ、そういうことだし、そうですね、だからコミュニケーションのいわゆるトラブルみたいなのも言葉によるとな、よるとどんどんこう増幅するんで、いや、まあ、コミュニケーションをテーマにしているというのは聞いていたんで興味深く見たんですけど、コミュニケーションとは少し ずれていくのかなと思った今日のやり方だと、うん、そのコミュニケーションでとは切り離されているからそのようにやっぱり読み込めちゃうんで、そうですね、観客に対する私のコミュニケーションのやり方の提示みたいな感じになっちゃったなと思って、まあだから音楽とかねみたいなものとして見れちゃう、うん、私はすごい心地よかったんですよ。まあ、そう。で、それもあって、だからドラマティックになりすぎちゃったなっていうのはそこです。うん、ただまあ、一個の演目として良かったかどうかっていうのはちょっとまだ。うん、そうです。はい。ありがとうございます。じゃあ、その山本さん。山本です。私は、あ、まず、やろうとしたことの前に、私は普段ちょっとその自分の場の時にも軽く説明したんですけど、普段はこういう室内とかじゃなくて外で基本ひたすら歩き回っているので、あまり室内で何かをやることをしてないというか、なるべく室内から出たいっていう風な考えを持ってたんですけど、その今回は、例えばそうやってじゃあ自由に歩き回って回すみたいにするよりも、この中で、室内でできることで、さらに
あまり私がいつもやってることはほぼ一人でやってることなので、他の人の介入っていうのがあんまりないから、その2つを無理やりにでもその場を設定して、そこに皆さん乗ってもらうことでどういうことが起きるかなっていうのを自分の中でもちょっと実験的にやってみたかったっていうのが、まあ、やろうとした。で、やれたことというか、なんかその、みなとみらいからここまで持ってきたんですよって私が口頭で言っても、それを証明するものって、例えばこの場にその写真があるわけでもないし、私の中の物語でしかなくて、皆さんがそれを信じるか信じないかっていうのはまた別で、でそこであったその昨日の夜持ってきたんですけど、そこでなんか一人若いお姉さんが手伝ってくれたんです、木材を持つの少し道すがらなのに、このわざわざ持ってきて一緒に途中まで運んでくれた木材折ってるし、なんかこの場で折ってるし、なんかこう全然もの自分の中でだけその物語がすごい急激に変換なんか変わってる。でも皆さんのこの場にいた人はその場で私が意見を求めて最終的に折ることになって、でその後持ち帰るかどうかも私の口頭なりなんかこう報告で実際に群馬にこの後持ち帰るのかどうかも確かめようがないっていうような、あれなんか やれたことっていうよりはなんかそこが怒ったことっていうんですか、うん、なんか人がなんだなんて話が止まらなきゃやれたことは怒ったことは、まあ、ワークショップみたいな感じではないな。なんか、優柔不断の話で、なんかイラッとされたって。で、実はその私のこのやってるスタイルも、私これパフォーマンスですって思ってやってるわけじゃなくて、そういうパフォーマンスみたいな、なんか定義づけを自分でしちゃうと、もうそこで何かが止まるような気がして、特に何って明言せずに長く続けていく中で何かがモヤモヤしたものが見つかればいいなぐらいの長期スパンでしていることなので、だからその今日のこのなかなか決まらないみたいなのも自分でこれっていうふうになんか言うことへのなんか恐怖というか、まあ、みたいな感じで起きたことになっちゃう、すみません、まとまらないんですけど、気になった人っていうか質問が一番最後大橋さん、大橋さんって大橋さん、大橋さんのなんかこう人が花一の目でいないけどいるみたいな人たち、友人父親みたいなところがあって、その花一の目をしてる時に一応空間として空いてはいる、その人がいるような感じで空いてるけど、なんかこう例えばこの3人のうちの1人がお話ししてる、他の見えない人とお話ししてるとき結構止まってたりとか、なんかこう常にいること前提とした演技って感じじゃなかったんですけど、そこはなんか何を考えてやられてるんですか。全てなんかそのパフォーマンスをやったときに全部をコントロールしたいっていうふうにあまり思わなくて、で特にこういうのを終わりにしようねとかも毎回決めてないんですけれど、そのなんかいないことは いないわけで、いたら見えるわけなんですけど、いないというわけなので、なんかそれとどう一人一人の人間がリアルになんか向き合うのか、全部見えるっていう風になった人間っておかしくないですか。そういう感じがしてなんかおかしいかなと思うんですけど、それで全てコントロールしているようにしようねっていう風にはあんまり言わないようにしてます。
実際に亡くなっている人ってことだよね。はい、実際にはもう亡くなってるんですけど、死んだ人たちと花一門目を、そういう悲願でやってるってこと、生徒しかないです。いいよ、うん、なんか私はあのここのパフォーマンス以外で一度やったんですよ、大橋さんの作品が。その時は誰もいなくて大きな原っぱみたいなところで自由にやってたんですよ。その時は、まあ、見えるって言い方とかになると難しくなっちゃうと思いますけど、本当に、まあ、私はだけどあのその彼女が言うように思えたし、相談するような気持ちになれたんですけど、ここの場でやった時になるとお客さんがいてステージになって私たちはパフォーマンスをしてるっていう風になってしまうと、ちょっと気恥ずかしさとか、あとはなんかこう、はい、尺とかなんかあっちこっちいろんなものを考えてしまった時に、その原っぱでやってるとちょっと私はうまくいかなかった、うん、マッチしなかったこの場所と、そのなんかこのやったこと自体がパフォーマンスとも私はちょっと言い難いで私は解釈してるから、それがそのギクシャクした感じがちょっと伝わってしまったのかもしれない。なんかだから自然発生的に起こる、いわゆる遊びとして、そのやってる人同士だけが、で、こう、だけで共有していれば成立したけど、それが見るものっていう風になっちゃうと、さらに不在を見てるっていうのがまあその人たち同士の関係性の中でっていうのは成立してるけど、それを外から見るっていうのはちょっと難しい環境なのかもしれない。それはやってる方なんか屋外の方が良かったかなとは思ったんですけど、でもなんかその人が亡くなってもいないっていうのをもう体感、その作品の中の要素として含まれているので、完璧にいるっていうふうにみんなに思ってほしいともあんまり思ってない。参加して見てる人がいなきゃいけない、全員がやってる、全員が花一門目やってるっていう状況ならば可能だけど、全員の人を参加してくれる全員の人の不在の人がいるかっていうのがまた別の問題が出てきちゃうけど、その全員と身内とか友人とかが今まで亡くなったこともない人もいるので、それがちょっと全員やろうっていうふうにこの場ではできない、ある程度条件が揃っていないとできない。そのなんか不在の人とか、その亡くなってる人をもうこの場にいるけど、いるっていうことを心の底から絶対にいるっていう風になれたら、それはもうなんか人間として頭が狂ってるから、だからそういうそうじゃないところがあっていいんだと私は思いながらやってます。いないっていうところ、いないっていうことを意識させたい。いないっていうことも意識させたいし、いるってことも意識させたいから、だから参加者たちにとって実際不在の人とやってた。だからそれを見てるっていうのはやっぱりなちょっと厳しい構造なの。私は自分で自意識。見られてあんまりなんか、ちょっと緊張もしたけど、でも、原っぱでやってるのと違うか。そうそう、だから原っぱでやるのがやっぱ正しいんでしょ。一番最初は原っぱでやってました。この仕事は、仕事というか、だから本当に遊びとしてやると、リアルなんだと思う。屋外でも。全員が信じてる。信じてるっていうか、いるってことを信じてなくていいって言ってるから、でも、例えば身近な家族の誰かが亡くなってて、今はいないっていう中で、その人としてみるっていうやつでしょ。そのなんか、どっちかわかんない
両方ある。いないこともいないし、いることもあるし。なんか思ったのが、その原っぱでやることとここでやることの違い、見てる人がいることの違いは、まあ、もちろん身内とか友人とかって設定してるんですよね、そのやる役者は。え、あの役者の中から、だから、役者の友人とか親族をどうやっていない人として設定してるんですよね。そうですね、あの不在の側の人たちはある程度親しい家族とか友人で、そういう中で原っぱでそれだけでやったら、その不在の人がここにいるような、いないことは分かってるんですけどってことをみんなで信じてやることが成立するじゃないですか、うん、っていう違いかなと思って。そうですね、そう、だからそれを一応了解済みの人たちだったら完結してくるけど、それを 見るっていう立場の人たちがやっぱ全然違うから、そのズレが結構大きいということがあります。でも見るのはすごく面白かったですね。し、あのその一人でいるときに何もしないみたいな、そういうリアリティってすごい面白いと思います。なんか、そうですね、さっきと言ったことがもう全部になっちゃうんですけど、いないこともいることも別に決めなくていい、まあだからその遊びとして興味があるんですよね。そういう遊びというか、遊び、そうですね、遊び、ふざけてるわけではないんですけど、いや、まあふざけてるっていう意味じゃなくて、うん、だって子供だって遊びは本気でやるから、あ、なんかそういう感じです。はい、そういう意味。はい、ちょっと全部決めてやったわけだよ。ちょっとそうか、山本さんに聞きたいこと、山本さんに聞きたいことあるし。なんか、多分最初の話のところとか見れてないんですけど、みんなが提案してるところとか。なんかその今話を聞いてると、あの木材がすごい冷たすぎる印象だなって思って、でなんかその、まあ、パフォーマンスとしてさっき須江さんが言ったみたいに、その態度が一貫されててすごいなと思って、そういうなんだろう、イライラさせる仕組みになってるし、それに徹してていい場だなと思ったんですけど、なんかその、なんだろう、目的となる、なんだ、木自体が結構ないがしろされてたのが気になったかなっていうのがあって、それはなんかわざと多分構造を分かりやすくしてるとかあると思うんですけど、なんかそのいつも外で歩き回ってる群馬に持って帰る話とか、その持って帰る話をちょっと聞こうとしてたんですけど、そういう問題が発生してくるときに、あの木材だとすごくなんだろう、全体の制作行為の中で浮いて冷たく見える。だからなんだ、あれじゃなくても良さがすごい目立ってたなって感じ。のと、あとは本当にやる必要があったのかっていう、あの決まったことを外でずっとやってたんですけど、あれこそモヤモヤさせてほしかったなっていう、なんかずっとやってる音とか聞こえて、あ、本当にやるんだって思って、そこをもうちょっと最終的な割れだっていう結論が頭に残ってしまいすぎて、割るための会議だったんだなっていうふうに解釈して、後から解釈してしまうっていうことがあって、そこをちょっと気になりました。本当、うん、あ、木材は多分この場だと浮いてると思うんですけど、歩いたり外に持ち出している時だと、その木材の長さだったり重さだったりが、その一人で持てる
ギリギリの、なんだ、感じ。一人でそのまま持ち歩き続けることもできるけど、他の人が入ってきて、ちょっと持ちましょうかとか、助けましょうかっていうような介入がしやすいような、まあ、見た目や重さっていうのが徹底されてるんですけど、今回のずっと私その12フィートでしかやってなかったので、それ以外の方法をまだ試したことがなくて、今回も同じようにいつもの材料を持ち込んだという感じだと、その実際に実行するかどうかも自分でもあどうしようっていうところもあって、ただあの自分で判断がつかないっていうのを結構ずっと言ってたんですけど、だからそのあれよあれよと押されるがままに最終的に自分でも折るってことを実行してしまったっていうか、それがまあ良かったか悪かったか別にして、とりあえずでもまだ私のは群馬に持って帰るまでが一つのミッションでもあるので、その先が結局それを持ち帰ったのか、実際にもうどこかに皆さんと別れてから捨てるのかは本当に自分の中だけで、なんか分かる、言ってることすごく分かるし面白いなと思うんですけど、なんか今一連の動きの中でそこにみんなが目を向けるかなっていうのが今の。でもその作品だとかあるいはパフォーマンスだっていう視点から言うとそうだけど、実際に本当に人は話し合って、それもルール、こう社会の中でデフォルトになっているルールを全部潰された状態でみんなが喋らざるを得ないっていう状況があったと。だからそっちが本体だとしたら、あのちょっと言ってることがずれる、言ってる作品っていう形の方がちょっと保守的に聞こえる、あるいはパフォーマンスっていうことの方が保守的に聞こえる、みんなはそれなりに半分はこう本気じゃなかったかもしれないけど半分は本気で、話し合ってしまった、だからその棒はどうでもいい、棒に愛情があったりさ、もっと丁寧に扱っていたとしたらあれはちょっと成立しない、もっと答えが限定されちゃうと思う、そうですね、だからこそ割とその持ってきたとか持って帰るとかいうストーリーはもうきっぱりいらないんじゃないかっていうふうに途中重視させるんだったら、もうちょっとなんかその人の営みとしてみたいなところに、でももう今度彼女の完結した時間になるんで、あの彼女が言ったように、そもそも彼女が言ってるだけで持ってきたかどうかは知らないだから持って帰るのも、それをもちろん記録とかされちゃったら確かめられるけど、それをもししないんであれば僕らは確かめられる、あれどうなのかっていうか、でも話し合っちゃったって話、でもあの状況の中で割ってしまってたら本当に全然違ったと思います、話し合う時間が来てしまう、長くなっちゃったから、あじゃあ終わりなって終わって、終わった後に休憩の時に割ってたじゃないですか、それが良かった、結果的に良かったかなと思います、この状況はじゃあ分かりました、じゃあ終わります、はい終わりみたいな感じになったから私最後見てないんですけど、今おっしゃったようにあの状況が私は本体だと思ってるので、パフォーマンスじゃないにしろ本人の意思にしろ、なんか割ったところが全員まだ見てないですよね、多分割られたあいつのこと見てないですよね、全員は見てない、なんか その辺曖昧でいいんじゃないかなって思います、伝えようとしたことは
か自分の経験に基づいた、その前に金髪にしてた時にこう絡まる髪を溶かしてて、本当に犬みたいな汚い髪だなって思ってたんですけど、でその時にすごい自然に、あの実家で飼ってたゴールデンレトリバーのことを久しぶりに思い出して、まあ、その自分の撫でてた髪っていうか溶かしてた髪がどんどんその子に見えてきたっていうことと、その時もう一つ思い出したことがあって、それがサンテルジュペリの星の王子様の一節 で、まあ、特にその池田夏樹さんの役で、まあ、出てくる狐が王子様に向かって俺を飼いならしてくれっていう説で、その狐にとってはその肉食だから小麦畑っていうのは用がないけど、その君が俺を飼いならしてくれることで特別なものになるんだっていう説があって、まあなんかちょっとうまく言えないんですけど、まあ私はその子を飼いならしてたわけ で、そういうこととつなげて人前でやってみたかった。まあ、できたことは、実はこれは2回目なんですけど、パフォーマンスが、前回ちょっと短くて、もっと、今回ももっと長楽しくやりたかったんですけど、こうなんか、その、まあ、本当に自分を思い込みたい、思えるように、こう、もっとずっとやってたいっていう感じがあって、少しはそれが前回よりもできたかなって気になりました。よかった、まあ、面白いなっていうのは結構たくさんあったんですけど、最後の花一問目のやつがちょっと気持ち悪くて、結構その動作としてっていうか、その花一問目をやるっていうのが、こう。もうみんないい大人っていうか、それがやってることの滑稽さと、やっぱいない人とやってるからすごい気持ち悪さがあって、終わってほしいなっていう気持ちと、終わらないでほしいっていう気持ちがあって、最終的にどこで型がつくのかなって思ってたんですけど、その3回で終わったっていうのが決めてたんですよね。3回は決めてました。3回やって伸びても3回で終わりで時間通りにいけるかなと思って、なんかその最近興味があることが、例えば穴を掘って、土の穴を掘って、でそこの穴を埋めるために土を入れて、まあ元のような状態になるんですけど、それは元の状態ではないけど、例えばないものをこう何かに例えたり、何かでこう代用したり、そういうことをする人間の気持ちみたいなことにすごい興味がある。なんかその同級生の作品で、宮城のところでもうその流れちゃったからバス停がなくなっちゃって、でそのバス停をフェイクで作って置きに行くみたいな作品を作ってる子がいて、それはすごい面白いと思ったの。そういうで、それを見る人たちとかが思い出したり、まあ違う本物ではないことは分かってるんだけど、そういうものを作ったり見たり、そういうことを話したりするその人の気持ちがすごい興味があるなと思って、それを思ったりしました。なんか結構、なんか私これ以外の制作で、電車がすごい苦手で、私最寄り駅は新入学校なんですけど、新入学校から新宿まで1両目から乗って、10両目までの電車があったら、10両目まで行って1両目まで戻って、10両目まで行って1両目まで戻るっていうのを、繰り返しながら新宿まで行って、新宿からまた同じことをやって新百合まで帰ってくるっていう作品を作ってるんですけど、でなんかしてないとちょっとまずいからやるって感じ
生のやつとか共感できました。こう公共の機関とか公共の機関とか何か疑問を抱くとか作品を作りたいと思う。すごい何か何かその美化をするつもりではないけど、そういうものを求めたり感じたり作ったりするような気持ちがあるんだって、あることは分かってたけど、あるんだってこう認識する。東北でさ、やっぱりこう親しい人が亡くなっちゃった人がいっぱいいるじゃないですか、はい、それで、結構幽霊見てるんだって。それで、精神科医に相談に来てそういう話をする場合に、カウンセラーを絶対否定しない。そうなんですか、良かったですねっていうんだって、まあ、そのだから、まあ、何か起こってたと思うんですよ、その不在に対して、うん、それが幽霊だって言うんだって、ね、あそのまあそういうことが起こるって起こってるってことよね。見たいんじゃないですか、ね、でもだからそれも無自覚なんでしょ、うん、見たいと思ってることも無自覚で、でもだから見えちゃう。実際にだから頭では見えてるんですよ、信じるものってことが起こってるらしくて、それすごい話だなと思うんですけど、まあ、人間の要素こその話だと思うんですけど、でもなんかその亡くなった人を見たいとか、どっちかというとそういう、なんて言ったらいいんだろう、なんか苦しいものを見たいとかそういう気持ちではなくて、どっちかというとそのなんか、なんて言ったらいいんだろう、その先ほどおっしゃってたレッツダンスのやつあったじゃないですか、あれに近いっていうか、また結局お前踊ってんじゃんみたいな感じなんですけど、でもそれって別にネガティブな意味で踊ってるわけではなくて、まあ、デビッドボーイは分かんないんですけど、そういう意味で踊ってるわけではなくて、なんかネガティブとかポジティブとかそういうどっちかに二分するような考えじゃなくて、でもなんか別に私はなんか私のままで堂々としてるわじゃないかなみたいな感じでそのままやるっていう感じだなと思います。そのネガティブで死者を見たいっていう暗い欲望とかそういうものではない。なんか不在が死んじゃった人に対してその人の話をするのが食べるとか、そういうのあ、でも幽霊見てる人とかも暗いんじゃない。そういう話ではなくて、じゃなくて、なんかこう、日常生活とその死んじゃった人とかをちょっと別にしたいのはどうなのかなってちょっと思って、その日常から切り離して考えてるっていうのは結構寂しいっていうか、それはなんか違うんじゃないかなっていうふうに思ってた。その人が亡くなったことに全然絶対触れないぞみたいな、なんかそれが社会性みたいなのが結構私は苦痛を感じる時があるからなので、そういうところに抵抗したかったっていうのは。熊崎さんには何か質問とかありますか。思い出せるは思い出せるんだけど、具体的に思い出せない。
ゴールデンレトリバーのことを思い出して飼ってた。で、写真を、本当に実際の写真を出してしまうと、まあ本当にそうなんだけど、私が思い出して描いたものなんだよね、これが。で、そのままのイメージで生きたかった。なんかいつも、なんか一回企画したことがあるみたいなんで、いつも描かれてるのがどちらかというと、これまで僕が見てきた中だとパステルとか、結構こう、線だけど、こう意外とシャープな作品じゃないですか。だけど、なんか今回見た作品が結構こう、ちゃんとっていうか、こう、伸びるっていうか、しっかりこう、描いちゃうみたいな感じの絵だったので、すごい新鮮で、面白かった。でも、こう、塗らないと分からなくなっちゃうんで、その、塗ってどうにか記憶を埋めようとしてるっていうか、その、こうだったからみたいな感じがあって、だからやっぱりその写真とか線描みたいな、その正確さがなくて、それにすごいパステルはちょうどよかったとか、ここを面で塗ってしまえば、ここが出るなみたいなこととかを曖昧に思い出してる絵っていう。ありがとうございました。吉田さんに行きましょうか。やりたかったこと、やろうとしたこと、やろうとしたこと、まあできたこと、やろうとしたことね。それと、だからそれが1個目の質問で、2個目は実際やってみて できたと思ったこと、できたこと、できたと思った。だから、ここに書いてあることは、円環的合一を目指すために行われるような行為や自動連鎖的現象の中で得られる体感で、全てが並列に置かれ同じになることを目指すっていうことなんですけど、まあ、あまり言葉に意味はなくて、私がやりたいことっていうのは、体感を得る、体感っていうのはその体が感じる体感を得るっていうことで、その体感が一体どういう体感かっていうと、すごく良い、私は芸術が好きなんですけれども、すごく良い芸術とか、まあ、あるいはものすごく感動したときに、共感を超えた共感をしたなっていうふうに思うことがあるんですね。で、それは理解をしたとか、そのコンセプトがすごいいいと思ったとか、なんかそういうことでもあるけど、でもそれとは全く違って、例えばそのキリスト教の そういう、なんだろう、宗教のために作られた作品であっても、猛烈にそのなんだろうな、個人的な体験、すごく、例えばヘンリー・ダーガンみたいにすごい個人っていうか、なんだろう、的な、感覚で作り出したものであっても、芸術のための芸術と呼ばれるようなコンセプトのあるような作品とか、全くその遠い言語とか遠い場所で作られて、その情報がわからない中でも存在しているものとか、なんか全てに共通したその美しさっていうか、ね、それが一番私はいいなと思うし、なんだろう、その体感をしたいです。その一点の体感っていうものがあって、それを感じたいとか、それは芸術においてだけではなくて、その体感のまま生活したいという、まあそういう感覚があって、私は普段行為的な作品を作っているんですけれども、だからそのどうしてこれがこうしたんだとかっていうことは、なんか言葉でするのはすごく難しいんですけど、その体感を得るために生活をして、そこの中から出てきたものがそこにそういうふうに存在してほしいから存在させるみたいなことかなと思います。で、それはポジティブなことでもネガティブなことでもあって、猛烈に自己完結していくような感覚でもあるし、すごく開かれていくような感覚でもあるし、遠いものがここにあることでもあるし、なんかいろんなものを超越したような
でも超越してないような感覚になるみたいなことを求めて制作をしたという感じです。でやれたこと、やれたと思ったこと、今日はだからやってみてどうでしたかっていうことです。は結構良かったかなと思います。すごくそれまではやはりあの場所、まあ、今この状態とか場所に作品が左右されてしまうんではないかとか、ある意味でその皆さん自分が見るっていう状況にもちろんなるから、その見るっていうことにすごくその私は普段結構一人で勝手にやるんですけど、制作をその見るっていうことがすごく大事なことで、でもそこにあえて縛られてしまうんではないかとか、その、まあ、もちろんマラソンなので一連の流れの中で私の作品が存在するっていうことになってしまうから、なんかどうなるんだろうなと思ったけれども、でもあまりそういうことをなんか個人私は考えなくても良いようなものになったのかなというか、ものというか、まあ、ちょっとその体感少し得られたから良かったかなと思いました。あとは、他の人で印象に残った感想でも意見でも、質問でもあれば一つだけ選んで、そのちょっと今私のこの段階でちょっと選ぶことはすごく難しくて、ちょっともし3ヶ月ぐらいしたらちょっと選ぶって本当に思うんですけど、ちょっとなのでちょっと全体的なそのこの終点とアートマラソンっていう感じをちょっと言葉にすると、なんか全体的にすごくそのいい意味でも、あのでもその今ある秩序とかその今秩序とされていることみたいなのに疑問を持って、それをもう一度バラして再構築したり、それを再構築したものを皆さんに一度共有してみるっていう、なんか実験、いい意味でも悪い意味でも実験っていうような、そのこの場がそういう場だなっていうふうに思って、なんだかそれはその普段はそういうふうな決めをかけることではないから、そういうことを秩序をもう一度問い直してそこに乗ってみるっていう行為はこういう場がないとできないから、とても新鮮で面白かったんですけれども、それと同時にすごくこう暴力を受けているような気持ちにもなって、でもその暴力っていうのはそう悪いことではなくて、そうでもしないとなんか変わらないこともあるんだけど、なんかすごくその複雑な感覚になりました。なんか、彼女に質問とか感想とかありますか？あのすごい僕はあのファーってなりました。あのこうなんていうか寝ちゃいそうになりました。あの退屈とかじゃなくてね。あ、寝てもよかった。僕も一番わかんなかったんです。分からそうとしてないからいいのかなと思って、だから僕もパッとしてたんです。なんか私すごい一番安心したんです。安心した。一人で得た時の共感とか感覚とか、言葉に表せないわーってした感じとかが好きで、未来ちゃんのは本当高校生以来になんか、そういう個人的な、 なんかこう思い出があったのかもしれないけど、なんだろう、真っ暗だった時にイライちゃんのこととかちょっと考えたりとかしながらいろいろ見てたので、なんだろう、その他の人は結構コンセプトがあって、まあイライちゃんもあると思うけど、そのコンセプトを訴えかけるような気持ちになってそれを考えて返事しようみたいな、そういうやり取りがあるけど、なんかこうそうじゃなくて、そういう一方方向じゃなくてこういう感じがなんか得られて、なんか感じたなって思って、なんかよかったなって。写真なんで撮る？あ、最近ちょっと写真にハマってて、よく、でも写真にハマってて、写真ってすごくその写真なんか何かを通すことが好きなんですよね。その今起きていることとか自分の作品に対して、
例えば今回はパフォーマンスとして彼女を通して行為を行ってもらったり、なんかすごく写真っていうのは、まあ、ある意味自分が撮っているけれども猛烈にその他者というか、 なんか全くここではね別の場所というか、 なんかそれは今撮っている場所があったと思うんですけど、すごく別とか遠いみたいな感覚があって、なんかその感覚は今回その伝えたかったわけじゃないです、その求めている体感に似ていて、でちょっとそれはある意味では写真っていうのは、まあ、今回の行為の中の一連の一つでもあるけれども、ある意味ではその後に残すものでもあるんです。私のあと音です。あ、甘まってるやつ。コミカルですね。あ、本当ですか。なんか楽しい。え、でもすごく真剣なんで。いや、分かってます。なんかそれなのにコミカルでいいなって。ありがとうございます。羨ましいよ。だいぶ時間があれなんで。ヤブ奥さん。はい。やろうとしたことは、ワークショップの最後にもちょっと話したんですけど、今のその美大の受験方法に対してのちょっと投げかけをちょっとしていて、っていうのもそのデッサンとかにちょっと凝り固まりすぎてるんじゃないかなって、その試験の方法が。それでなんかその人のもっと作家としてのなんていうのかな、素質とかそういうのを面接とかで見て冒頭でまあ試験を終わらすとか、そういうのが極端な話あってもいいんじゃないかなと思っていて、それでそれをまあ見つける一つの糸口として今みんなに書いてもらって、でまあ見せないっていう選択肢をした人がどう答えるかっていうので、まあヒントとかまあ答えが得られないかなっていうのをやろうと思いました。でできたことは、できたこと、そのまあなんか設定がちょっと甘かったのかなと思って、自分のこのワークショップ自体の設定がもうちょっとこうタイプにした方が自分が得たい情報が得られたのかもしれない。でもそれは純粋にドローイングってものを見せるか見せないかっていう根本的な、なんだろう、その人のモチベーションとかで変わるものっていうのに今触れられたっていうのが今一つ習慣、いろいろ収穫あったんですけど、ちょっと配信を感じて、他の人シバトマンの作品が一回下で見てた時に壊れちゃったところを見て、あーって思ったんですけど、その後ずっとこう粘り強く作ってて、しかも本当にずっと作ってて、そのなんか忍耐力とか集中力がすごいなって思いました、本当に。いや、なんか形にすればっていうそういうのはまああると思うんですけど、なんかそれでちゃんとやりきったっていうのが、まあ、この日すごいなって思いました。で、僕さんに質問とか感想とかありますか。ご自身もドローイング書かれて、あ、書きました。でもご自身のだけは見せるわけでも見せない理由を言うわけでもなかったじゃないですか。あれは何ですか。あれは本当のところはちょっと忘れてました、自分のことは。周りの人の聞かなきゃっていうのに頭いっぱいになっちゃって、で結局自分は言わないで、始める前に言う立場か言わない立場かどっちか決めようと思ったんですけど、それもちょっとあやふやなまま始めて、結局自分は言わなかったで、多分言わない派だったんですよ。言うっていう機会があって、っていうのも、まあ、私はモチベーションとかそういうその人のなんか素質とかで見て取ってほしいっていうふうに考えるタイプなので、別感とかそういうことっていうか、なので多分その見せない方で行こうかので、まあ、答えとしてはちょっと頭にあんまりちょっとなんか配慮はそこまでいかなかった。
大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、なんかモチベーションとか素質とかを見るっていうふうに言ってるじゃないですか。喋っててです、ね、うん、それなのにまた絵を描かせてるじゃないですか。あ、そうですか。そうです。あ、なんかそこがなって思う。変あ、不思議というか、だからそこで新しい何か受験方法を考え出しちゃってもいいのかなというか、そういう問題提起はもう別にみんな結構別意識であるし、それを変えられる立場じゃないじゃないですか。だからなんかあれは普通に受験をもう一度させられてる感じで、なんかこういうのはどうですかねみたいな新しい方法が問題提起というよりは、なんかこういうのが作家としての素質だと思うんですとか、モチベーションっていうものが何なのか、何で測れるのかっていうのが見たかった。でも私はあれはモチーフにしてモチーフに過ぎないと思って、その受験の話は、でこうだから普段やっぱりその私はあえてやらなかったんですけど、やらない人がいてもいいんじゃないかと思って、でやらないとかで、やった人の中でもなんかすごいみんな見せたくなんなくてびっくりしたんですけど、別にそんな何もないじゃんみたいな、でもそのすごい理由はこう自分が思ってたよりもあったんですよね。こう細かい理由が、でそれにすごい普遍的なことを見るっていうか、その思い込みがあって、で結局でもその丁寧に聞くと違うっていう、であの受験っていうのは一つのモチーフに過ぎなくて、そういうことをやっ、あの正直ちょっとあれだけだと物足りないなって思ったんですけど、いろいろなことでこう自覚させられるとか、その自覚を共有していく、あの例えば本当にどうでもいいんですけど、名前を書くということがどういうことなのかみたいなこととかっていうのがこうたくさんあればすごい面白いなって。だから、そういう、その本当にそのきっかけとしては試験のことに疑問を持ったで分かったし、でもやりたいことはその試験のことを変えたいとかじゃないんじゃないかって今話聞いて、どうなんですか。なんか極論その試験を乗り越えたかったっていうか、感じかもしれない。自分がその今ある規制のものをに対して来られなかったからっていうので、ちょっと超えたいなっていうのがあったかもしれない。だからその怒ってたことはちょっと違うことが起こったじゃないですか。はい、それがだから、設計が甘かったっていうけど、何面白かった、あの、そう面白かった、いいような気がする。そうですか。だからそのやろうとしたこととできたことが多分一番違う。そうですね。そう、それでできたことの方をもうちょっと面白がっていいかもしれないっていう感じじゃん。なんかあんまそのできた方っていうにフォーカスできない今。今ね。でもだからそれをちょっと思い返したらいいと思う。みんながその言ったこと、やっぱ怒ったことが意外に面白かったっていう。なんかちょっと考え直してほしい。まあ、失敗だったんで、とか思わない方がいい。ちょっと想定と違う現象が起きた。まだ書いてくださいって言ったらみんな書くし、見せたくないっていうし、そのこと自体は結構面白い。はい、ありがとうございます。と、あ、橋場くん。あ、すみません。ちょっと持ってきてるんですか。
するらしくて、黒がなんかで、なんか家に探して、これなんかどっかでこう回収しなきゃなと思って、で見つけたのがこれで、でちょうど、まあ、横浜行くので、黒の話いいかなと思って、でなんかやれて、まあ良かった。まあ動機はまあ親父さんの方でも、そこからどんどん展開して膨らんでいったらああいう映像になったってことで、でまあやれて良かったことはそのブラウン管で映すことが、あブラウン管に映す、はい、まあそれだけです、うん、はい、なんかまあ花咲さんとちょっとやり取りがあったからそれなりに話し合って、ありますか、なんか感想とか質問とか、なんかロマンスドラマの先生みたいなって思ってます。あ、え、何ドラマ？ロマンスドラマ。ロマンスドラマ、ちょっと昔のロマンスドラマのオープニング映像で変わりそうな映像だなっていうふうに思っていると思います。カラオケの映像みたいな、うん、なんかかっこよかったよね、うん、あ、そうなっちゃった。なんか僕結構60年代とか70年代のビデオアートにちょっと影響はあったんですけど、まあなんかそういうのは強かったなって思ってます。いや、なんかいくつかのそういうコンセプチュアルなアートワークを想起させるような仕掛けはあるんだね。白黒じゃないとトイレットペーパー入らない。まあ、そうだね、まあ、白黒だったら、なんか白黒の中で色ついてた、もうバラ色になってる。だからなんか、シェントトイレットペーパーが本当にこうトイレットペーパーがよれないでまっすぐなってると、もう風船かみたいな、そういう効果を狙ってる。それこそ70年代とかの日本の現代美術アーティストはもういっぱい使ってるよ、そういうの。大好きだったよ。やっぱもうコロコロ転がるかな。これ、その理由。これすごいよく転がるトイレットペーパーで、最後こう転がった後、ちゃんと芯がポロって抜けるようになって、ちょっとこう匂いがつくお高いトイレットペーパーになってくると、やっぱこう最後こう巻かれてて取れない。じゃ安い方がいい。これ安い。あのこの間亡くなっちゃったけど、あの玉田浩二ってさ、パフォーマーがやっぱその時代にトイレットペーパーを一日食べ続けるっていう、それで病気になっちゃって、とかそういうのがいっぱい、あのトイレットペーパーバンチがたくさんあるはずですよ。いや、あの花咲さんが指摘してたのは、僕は、の感想は、何かそういうそこで起こっている土地のさ物語と、この距離がある、あるその距離があるのをそのトイレットペーパーで、まあ繋げるはずがないっていうかさ、だから繋ごうとするけど繋がらないっていう、あるリアリティがでいいのかなと思って。とりあえずあのこの作品の現状っていうかは、まあ、それなりに受け入れられる感じでしたんですけど、あ、なんかあの本当にあんな2人の会話になっちゃったんですけど、最初タワーニュータウンとその武蔵小杉のことが気になって、その多分橋本君は別にそこまでそのあれを話すつもりなかったと思うんですけど、そのタワーニュータウンはその開発されて今過疎化してるわけじゃないですか。で、こっちは人口爆発してマンションが建ってて、っていうことがすごい矛盾に感じたから、うん、で、何の不安なのかみたいな話を聞きたかったっていうか。いや、だからその、なんだろう、非常に個人的なところから実は始めてるんだけど、うん、やってるうちにいろいろ、こう、その土地に問題がある。
まあそのだからどちらにせよその地域っていうかその自分が関わりのある土地が変わっていくことっていうのはまあ分かりました。いやだから接続しようとするんだけどしっかりは接続されない感じはなんかそのなんか好感が持てるとか、うん、なんかどうにもならないじゃないですか、うん、どうにもならないかつその境界線をトイレットペーパーっていうふわふわしたものをとにかくこうやってちまちまなぞっていくっていうのはすごい面白いなと思います。なんか、あ、すみません。なんか、フランシスアイズの氷蹴ってるやつを見てもらいましたんですけど、あのフランシスアイズの氷を捨てるやつあるじゃないですか。あれめっちゃ思い出したんですよ。あ、そうなんだ。あれじゃないですか。お礼言うことかとかですか。どうなんですね。でもなんかやったら勝手になっちゃったみたいな。なんかでもそこまであんまり考えないで、トイレットペーパーはたまたまその僕の親父さんが集めてこう腰回収でもらってくるんですよ。だからもらってきたものをたまたまこう蹴っただけなので、そこまで意識はしてないんですけど、なんかすいません、花崎さんがたくさん聞いてくれてたらなんかより面白く見えたなって思って、なんかあれだけだと全然わからない、まあ面白かったんですけど全然わからなかったので、なんか言葉がいっぱいあった方がより面白い作品だなって思いました。他の人っていうのも言ってくれたから聞きますか。はい、ありがとうございます。黒坂さん、はい、黒坂、いや言いたかったことは割と詩的な物語の中でしか意味を持たないもの、モチーフみたいなものを、まあそれはでもみんなが知ってるもので、みんなが普段知ってるもの でそれをいかに、なんだろう、普遍的なままにみんなのところまで拡散させていくかみたいなところが、まあ、今までの制作も通じてやっていて、それの、まあ、時間も制約とかありつつ、そのモデルみたいな感じになってたんですけど、なんか聞こえなかった人もいるかもしれないからもう一回言うと、牛肉3年前に食べれなくなって、でそれから3年ぐらい経って今牛肉を焼いてみたら自分がどんな気持ちになるかなっていうのをやりました。で自分としては焼かれている牛肉と向き合うっていう場を作ったんです。でやれたと思うことは牛肉を焼けたっていうことがすごく大きくて、でもそのそういう個人的にすごくやりたいけどやる場がない、生活の中で必要がないようなことっていうのはすごく後の中で生きてくることだと思っていて、でそれが自分の経験として牛を焼いたぞっていうのが自分の経験の中に入ったっていうのが、まあ、インプットされたっていうのが一つ でそれとともにその自分へのインプットとその鑑賞者へのアウトプットが同時に匂いとか音とか
そういうものでこう自分が感じているものと周りが感じているものがどんどんずれていくっていう仕組みが作れたのは、としては面白かったなと思います、ね。はい、やるとどうだったんですか、どう感じたんですか。なんか嫌いだなって思う。やっぱりというか、あの嫌いじゃなかったんです。もともと一番の大好物ステーキだったんですけど、でもどんどん3年の間にいろいろ先入観とかもあって嫌いになっちゃってきてて、どうも思わない、食べたいと全く思わないんですよ。でその中で、でも美味しく焼くっていうのが世の中の、その牛肉の扱われ方としてあって、それにのっとるんですけど、それにどんどん気持ちが離れていくっていうのと、でもまあ僕が予想するに、皆さんはあの時間に牛肉の匂いを嗅いだら牛肉を食べたくなるし、なんだろう、そういうズレがどんどん生まれていってるなっていうのは やりながら感じてました。なんかどんどん嫌になって、でも今も手に匂いとかですけど、すごい嫌なんですけど、その生まれてしまった牛肉、焼かれた牛肉っていうものに対しては嫌って思ったりして、でこういうことをやると何かが生まれてしまうんで、さっきの木を持って帰る話じゃないんですけど、牛肉を持って帰るのかとか捨てるのかとか、どうしていくのかみたいなのも生まれてくるっていう、そういう自分の中で物に対する態度が一つ生まれるっていうのは、なんか、この今後につながっていく何かとして、物じゃなくて自分の分担心体にできるっていうのがすごく一生懸命で、それは食べるっていうのはなかったのね、想定自分で食べると倒れちゃうかもしれないので、あ、それは本当に体が多分ダメ、ダメなんで、まあ、で食べなんか、その何か行為をするときに時間が生まれるとか、そういうのも結構面白いなと思ってて、結構あのビデオで撮影とかもしてるので、その行為をしている時間っていうのが肉を焼く時間に変わればいい、まあ、それが美味しく焼ける時間に準拠しているみたいな、結構面白いかなと。だからその後の処理みたいなことは全く考えてなくて、それはどっちが良かったのかまだ分かってない。なんか置いとけばみんな食べられるようにしとけばすぐなくなった。ああでも持って帰りたくて、ああそうか、自分で買ったもんなんで、ああなんか自分で処理したいみたいな。終わった後も見通しそうに自分のほっぺたが膨らんできたし、ずっとモニョモニョしてたじゃん。それはなんで結構気になって、終わった後嫌だって言ってる割にずっと触ってるし、ずっとこれをほっぺたに立ってうーんって言ってるんですよ。あったかい。いや、それだけなんです。え、なんかその僕にとって肉だし、そのなんだろう、肉を触りたい欲があるじゃないですか。なんだろう、それは性的な意味、性的な意味も含まれると思うんですけど、普通に、なんだろう、子供の時友達の手に入れたいとかそういうのもあるんですけど、それを牛肉に求めてみたのが、その後のそうです、そうです。あ、だから肉として考える。そうです。だから牛肉の自分が価値として払った1000円
とかに対してどう対応しようかみたいな。そうですね、あとはそのあり続けるっていうのがあるじゃないですか。僕が食べないっていうだけで世界から牛乳が消えるわけじゃなくて、スーパーに肉が並んで冷蔵とか撮ったんですけど、でまあ僕がいなくてもあり続けるものに対して僕がちょっとアプローチしてみるのは面白いかなと思って でもまあ焼くっていう手段しかないし、食べるっていう用途で売られているから、それに乗っ取るか乗っ取らないかとか、その後どうするのかとか、単純にこれで何か物を作ってもよかったりとかあるんですけど、うん、なんかレディーガガが牛肉ドレスやってる。ああ、あれについてあれはまだ残ってるあ、そうなんですか。処理されたらしいですね。ちゃんと処理して残るようにしたのか、展示されてるからなのね。あれとか別になんかベジタリアンとかじゃないんで、うん、怒りとかも感じないし、牛が殺されてることに関しては別に何も思わないんですけど、もっと素敵な牛肉に対する、そうですね、自分が牛肉が好きだったこととか、気持ち悪いなってしまった3年前のこととか、この前の牛に会ったこととか、僕の視点からは重なってて、でそれが全く違う肉汁という一つになって、みんなが手に届くっていうなんだろう。このまま質問してもいいですか。あ、はい、私はその話でその3年前嫌いになってしまったみたいなことを言ってたので、そういう風に見ようって思ってはいたんですけど、ニワトリの屠殺をしたことと、インドに行った時に主人にこれがスペシャルディナーだよって言って目の前で羊を殺されたっていう経験があって、なんかそういうこと、食に対することに関しての自分のイメージが全然こう払拭できないままパフォーマンスを見てしまったから、なんか今受け止めきれないです。おでもみんなはそれぞれのその肉でいいんでしょ。まあまあそうだよね。そうですね。でもその肉っていう中間選ぶときに絶対そういう食とか、うん、なんだろう、宗教的なこととか、自分の主義、自分の主義みたいなことが絡んでくるなと思いつつ、そこは結構暴力的というか、自分の距離から入って拡散していく分には、匂いっていうのも、まあ、ほとんど空気みたいなものだし、そういう風に触って、多分服とかにも匂いついてると思うんですよ。僕は結構そういうの好きで、僕と皆さんあんまり関係ないけど、僕がやったパフォーマンスで肉汁が服について家に帰って肉くせえなっつってファブリーズをするところまで僕は想像して楽しいなって思って。質問が、はい、ちょっと看護場所見てない、ちゃんと見てないので見てるなっていうのだけ聞こえてたんですけど、はい、すごい最愛自分の一部みたいな人がいたとして、その人に食べてもらうとかで、なんか消化できたりしたりとか、割となんかハートフルな人だなってお話を聞いてて思ってるからこう愛みたいなのを大事にしてそうな感じで、なんかそういうバレバレあ、でもそうですね、僕にそういう思える人が今いたら、そういう解決方法とかは今いてしっくりは、いや特別牛肉好きな人とつけもう毎日作ってあげるあたら1000円の、うん、あの10分合う。
っていうのが講師みたいなのがアメリカ人じゃないちょっとでもそうですね、なんか食べさせる難しいじゃん。今日昼ご飯がもう一緒に食べてる人がローストビーフ食べてて、それもあったんですけど、今日急遽決めたんですよ。これやる。全然プラン違いますもんね。全然違います。全然違う。すみません。ちょっと時間があれなんで、ちょっと次に行きます。大橋さん。なちょっとさっき話に出たから何をしたかったかっていうのはそれなりに分かったんですが、やってみてどうですか。やりたかったこともちょっと話したい。うん、どうぞどうぞ。やりたかったことは、さっきいろいろ言ってたんですけど、それよりもそんなことはそれはいいんですけど、なんかやりたかったことはお父さんに会いたかったっていうのと、とできたことはできたことはなんかお父さんには会えなかったと思うんですけど、できたことはについて考える時間が作れた。もしかしたら鑑賞者の人たちの亡くなった人について考える時間が取れたかもしれないと思うんですけど、こういうなんかいろんな人が見てる場所でパフォーマンスができたっていうこともあります。なんかその前は原っぱでただやってたんですけど、一応記録には残したんですけど、原っぱでやった時は社会的な感じはない、社会的に訴える力とかはなくて、もっとあれですよね、なんていうか自閉的っていうか、どちらかというとすごい内輪でやってて、それは映像に残してるから見る人が見れば、なんか、なんていうか、すごいなんか内輪で女の子たちが話し込んでしたし、亡くなった人なんだけどみたいな感じはあるかもしれないんですけど、でもそれは結構意図したところで、で今日はなんか意図してないところでできて、それがすごい、なんか参加してくれた人はすごい緊張したとか、くれたんですけど、それは私もあったし、なんかそういう場所でやったことがあまりなかったので、それがすごいですね。自分で自分の作品をあんまり帰り見たりとかがあんまりできなくて、それよりもなんかどんどん次の作ろうみたいな感じになるタイプなんですけど、こうやってなんか人にこういう作品だねとかいうふうに言ってもらえて、しかもなんかそれがすごい興行とかではない場所だったんで新鮮でした。気になった作品は黒坂さんなんですけど、なんか肉をすごい牛肉をいじめてるように見えてすごい怖かった。分かった。肉を食べたくない気になった。あと自分のパフォーマンスの時にすごい匂いが残ったんですごい気になって、ずっと感じ。みんな笑ってたんですけど、全然なんかあんまり本当に匂いが気になって、生きることと死ぬことについての作品だったので、なんか死んだ牛の匂いがあると違う感じが違う要素が入ってきちゃうって思って。すごい、これはまずいと思ったんですけど、匂いはある程度消せそうだったんですね。なんか、そういうのちょっと、言うのが苦手で、黒坂さんのそのなんか
感じが陰湿だった。陰湿に見える。全然私暴力的に見えなくて、結構暴力的に見えましたね。向こう面白いのに高校じゃなくない？そうだよね。もうすっごいひっくり返して、もう早いし長いし休みだし、いつでも、そう、休みすぎだし。なんかお腹さえ優勢が持ってほしいっていうふうにその京坂さん言ってたんですけど、お腹とか全然少なかなくて、なんかすごい、なんかあ、思ってほしいっていうよりは思うのかなと思った。あんまり、僕そのすごい効果的で肉がゴムみたいに見えたんですけど、でも匂いはすごいお腹を刺激してくることに、ね、自分の体って本当になんか正直だなって思いました。匂いがすごい。なんか焼き方はおじいちゃんで決まる。あ、まあこの対象。あ、じゃあ愛情レシピがあるわ。なんか焼肉行くときにめちゃくちゃこうしゃぶしゃぶみたいな。でもあれは焼肉ではないよ。ああ。だってステーキじゃん。しかも油を敷いてカンカンに熱してるじゃん。油だけって。しかもオリーブオイル。じゃオリーブオイルは焼き肉のオリーブオイルとごま油しかないです。ごま油とあとグレープ。確かに匂いすぎた。最後にビニール袋に入れてたのとかもすごくて、なんか処理し。僕はでも焼き方すごい好きです。そうですか。でも私も純粋にお腹空いてる。なんか私も自分の作品の中にその暴力性を見る時があるんですけど、なんか私の暴力性はなんか結構カラッとしたものなのかなとか自分で思ったりするんですけど、なんか小塚さんは演出だった。そう、決めつけちゃいけないんだよね。そんなふうに思ったっていうだけの話で、実際そうかどうかわからない。でも楽しかったんですよ、肉焼くの。肉焼く自体が久しぶり感はすごい目に見えます。ちょっと次いきます。ありがとうございました。奥村さん、はい。何をしようとしたか、アンケートをしようとしました。このアンケートは、睡眠時間についてのアンケートになります。でこれをなぜしているかっていうと、今睡眠時間っていう、まあ、自分が行っているけど自分の結構無意識的な認識できない時間っていうものだけ、時間っていうものだけを抽出して何か視覚化して自分が無意識に過ごしている時間っていうものを視覚的に捉えられないかっていうことを考えながら今作品を大学で作っていて、でそのためにいくつかデータ、要は僕のよく寝たは10時間でも、例えば小林さんのよく寝たは何時間ですかって言われたら多分もっと短いし、結構ショートスリーパーって聞いてるんで、いや、そうです、まあ、まあまあそういう感じで、あの人によって誤差がよく寝た、よく寝たよだけだと伝わらない時間みたいなものを少しみんなから聞いたり、アンケート答えてもらって認識できたらいいなと思っています。で、何ができたかについてはまだ集計取ってないのでわかんないですけど、心よく努力してくださったことにとても感謝しています。ありがとうございました。だからアウトプットはもうちょっとこ今回のそれではないってことですね。はい、他の人もで、はい、見た中で印象に残った作品なんですけど、選べなかったっていうのは結構吉田さんと一緒なんですけど、なんか結構作り込んであるっていうか、すごい考えが深い、なんかすごいみんな考えててるような印象がすごいあって、読み解くのがち
ょっと僕も時間かかりそうだなっていうので選べてません。じゃん、はい、ごめんなさい。小村君に何か感想や質問や、みんな大体アンケートに協力したと思います。これ日程覚えてないんですけど、はい、ちゃんと勘全部書けなくて、はい、まあ、とりあえず部分的に少なくとも今日から金曜日から土曜日の睡眠時間だけでも書いておきながら、よく寝たっていう感覚の話してたんですけど、で今時間だけじゃないですか、うん、冷たくも分かるんですか。そのために下に、一般的にあなたにとって普段通りの生活みたいな回答案を一応用意した。でも結局それって全部できるわけじゃないし、それを妨げるものとして今悪みたいな言い方をしてるけど、仕事とかなんか制作とかっていうものがあって、それができないっていうのも常だと思うから、企画の対象として今話に出たぐらいかな。僕もよく寝たいけど、昨日は夜勤でそのままここに来たのでゼロ睡眠だったりするし、本当は10時間ぐらい寝たいとか思ったりするみたいな。はい、質の話だ。睡眠の質の話。そう、なんかそのよく寝たが例えば10時間で、例えば私だったら5時間とかっていうことが、こうなんか それを知りたかった、それを知るために行ったわけ。それも内服しつつ、結局みんなどれぐらい寝てるのっていうかのアンケートは実直に聞いている。で、作品自体も結局みんなから教えてもらった睡眠時間の数値からしか算出できないから、それしか表現はない。なんか私すごい思い出すの難しくて、本当に普通に言うと適当に書いてますよ。多分このぐらい寝たかなみたいな。なんかそう自分で感じることはこう面白かったっていうか、その例えばお昼に何食べたとか、あの日のお昼とか。っていうのもそうなんですけど、なんかまあまあアウトプットを見てみたいなって思います。ちょっとアウトプットを見て、感想はまだ言えないところか。なんか全然関係ないんですけど、アンケートすごい嫌いで、本当に授業本当に真剣な話、授業の終わりとかに、その電気とかの終了の時に、この先生の評価は2345みたいな、なんか、いや3と4の4寄りのこの辺とか思う時とかあるじゃないですか。なかなかそういうもうちょっとアンケートの嫌いな人に優しいアンケートにしてもらおうかなと思いました。じゃあ最後の長谷さんやって終わろう。みんな肉じゃが食った？まだ何人か食べてない。どう思う？なんだっけ、やったこと？やろうとしたこと、やろうとしたことは、以前っていうか今年に入ってからずっと地元のことを考えていて、あの机の上にこういう紙があったと思うんですけど、大体エピソードはここに書いてあって、春に地元が老化していることにめちゃくちゃ気づいて、でなんかその結構ショックだったんですね。20年住んでいた町なんですから。で私だけがその町で若かったんで、その同じように町と年寄りって行けてなくて、しかも離れちゃってて、でなんかその町の寿命を伸ばしたいと。で今回はその一つの方法として語り継いでいくことで何か寿命が伸びるんじゃないかっていう方法論みたいなのを試したくて、でその
か、なんだろう、そのお話を円滑にしようと思って、そのために肉じゃがを今回作ったんですけど、肉じゃがができました。で、合ってます。これも私も実はアウトプットにもう一段階なんかこうしなきゃいけない状態ではあるんですけども、その皆さんの話の中からその捨てがたいものが必ずあると思っていて、なんかそこの抽出をしたくて、今回すごいナチュラルな状態を皆さんに作ってほしくて、そうやってもそのなんかセッティングされた場所では出てこないような会話から出てくる、なんかすごくパーソナルな、すごくパーソナルな部分を聞きしたいみたいなのがありました、意図として。だから西尾さんとかさ、はいはい、奥村君とかも近いことをやっているんだけど、やり方がそれぞれ違う。そうですね、西尾さんはこうぎゅうぎゅういく密室でしょ。それで奥村君はそういう、なんていうか、アンケートっていうフォーマットを通して、やっていくっていうこと、目的はもしかしたら近いかもしれないけど、自分のリサーチっていう、なんか妙に仲間意識を持ちながら今回言ってたんですけど、私だけかな。感じで気になったのは、もうなんか今言われちゃったんですけど、2人はずっと気になってて、西尾さんとか見に行けなかったんですけど、今ずっとモヤモヤしてて、なんか私も密室でやった方が良かったかなとかいろいろ考えちゃってたんですけど、だから参加したかったなって思います。まあ、でも肉じゃがのね、ご褒美があるから喋ったし、そう、なんかみんな待てみたいな状態になってて、ご褒美がなければ喋らなかったし、その感じは面白かった。予測って目の前で喋りながら待ってて思いました。あ、いや、それ芸術ですよね。何かを勝手に言うみたいな。肉じゃがも私のお母さんから唯一教えてもらった料理って味付けが濃いんですよ。だから皆さんの舌に合うかどうか悩んだんですけど、なんかあったみたいでよくて、それもその自分の郷土料理で呼べるものを食べてもらうみたいなのになって、なんか聞きたいことあります？上野公園を結構通るんですけど、上野公園で宗教団体が配給してるんですけど、ご飯配ってるんですけど、はい、それどこでやったらすごいと思います。あ、地域のそれぞれのね、人の話がね、で書き出しを多分、でもあれでしょ、話さなきゃあげないんだよね。もうこれすごい時ね、そこそこひどいよね。3時間待たなきゃ来ないんですよ。ちょっとだけリサーチというか、まあ、話聞いたときに、タバコ1本で大体30分ぐらい喋ってくれるぐらいの、なんで肉じゃがなんて多分そうです。もう1回ぐらい喋ってくれる。でもなんか、そういう、こう路上で生活してる人たちにとって、そういうことを話す機会ってもう、ほとんどないですよね。ああ、まあ、だからその NPO の人たちとかね、多く、積極的に関わっていれば、あるかもしれないけど。でもなんかホームレスの人をなんか、取り上げるのはすごいコンセプトに合ってるかもしれない。合ってる気がして、今なんかすごい。なんかなくなりそうですよね、本当に。なんかその、本人の中で逆に失われている土地みたいなのが、強くて、なんか全てを失ってなお思い出せる感傷的なものみたいな。人によってだから違うと思うけど、まあ、でも面白いかもしれない。故郷の寿命が伸びるの寿命って何ですか？あ、なんか町って生き物だと思ってたんですその、で細胞みたいなのが入れ替わってこう更新されていくじゃないですか。でその入れ替わりのタイミングで町っていうのは生まれ変わるんですよ。でも生まれ変わって寿命が伸びるんですけど、うちなんか土地を手放さない老人が大量にいる
空き地やゴーストハウスが増え続けて更新が起きないんですよ。だからその寿命が尽きるっていうふうに思っていて、でそれに対してその別に人口を変える方法じゃない形でその寿命を伸ばすっていう言葉よりも何だろう、なくさないみたいな感じの方が強いかもしれないですけど、言葉の中で その地域が生きるみたいな、そうで言葉でその人の記憶、その形は違えどその聞いた人の中に別の形であれその土地が生まれることでなんかそれが日向町になるみたいな、最悪ではその町がなくなったとしても、うん、ある意味その建設のレベルで生き残ればそれは寿命が継続されたっていうふうに捉えるってことで、そういう捉えたいと思ってて、まあ、あの実際これから多くの町が消えるだろうから、もう、もう秒読み段階のところが山ほどあるから、うん、なんかまあ、なんかこう、あり得るっていうか、まあ、なんか人が、その、すごい無視されて生きていくことって難しいじゃないですか。うん、今はその物理的に生きてるっていうのじゃなくて、それ社会的にっていう感じですけど、まあ、町もそうかなって。でも言葉になっても亡くなって言葉になったらそれ以降その内容って更新されるんですか、それとも何ていうか、私はなんかその記憶って美化されると思っていて、でその美化によって更新されていく形が嫌じゃないというか、それはその町であるというふうに思っていて、それが新しい更新になるんじゃないかなと、なんか現にこう町をについて話す機会がもう何十回もあるんですけど、その度になんかだんだん日向町が変わっていってて、それはあの私は悪くないっていうか近づいてっているみたいな、過去に近づいてってるみたいな、もうそこで話されてる日向町が実際の日向町と、うん、あもしかしたら話すだけで全然違うものになっちゃってもそれでいいって言って、うん、かそれを言い切れるのは結構すごいというか面白いというか、うん、私は故郷を語りたいみたいなのが強いから、多分その故郷に対する思いだけで意外と現実を見ると辛いんですよね。そっか帰るとなんかあの人もあの人もいないみたいな、だからそれに対しての目を背けている部分ももしかしたらあるかもしれないとは思うんですけど、なんかそれはもう私は受け入れてはいるので、ね、うんって感じです。終わりにしようかな。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様。お疲れ様。